1918年の急戦協定調印直後の写真急戦の客車あるいはアルミスティス号は第一次世界大戦と第二次世界大戦の2度にわたって急戦協定の調印会場になった客車である。元は1914年に製造された国際信頼者会社の2419号食堂車であったが第一次大戦末期にフランス軍に徴用され、 1918年11月11日にコンピエーニュの森に置かれた客車内でドイツと連合国の休戦協定が調印された。戦艦機には博物館で展示されていたが、1940年にドイツがフランスに侵攻すると、6月22日にコンピエーニュの森の1918年と全く同じ場所に置かれ、独仏休戦協定が車内で調印された。 その後客車はドイツに持ち去られ、第二次大戦末期に破壊された。1912年11月、ワゴン利者は、フランス西部の得た鉄道線で営業していた、食堂車を更新することを決定した。1913年から1914年にかけて、サンドニにある、ワゴン利者の子会社である、CGC 社の工場で2403号車から2424 24号車まで22両の、 食堂車が製造された。2419号車はそのうちの一両である。江田鉄道の車両限界は他の路線に比べてやや小さいため、これに対応したサイズで設計されている。車内は厨房のほか一等旅客用24席と二等、旅客用18席のスペースが仕切り壁で隔てられて設けられていた。車体は地域製で内装には、 ミス塗りの木材が用いられていた。こうしたデザインは当時のワゴンリ社の新車両に典型的なものであった。二千四百十九号車は一九百十四年五月二十日に配備され、六月四日からパリとブルターニ地方のラバルやサンブリューを結ぶ列車での営業を始めた。しかし、第一次世界大戦勃発に伴い、八月三日には運行を停止した。一九百十五年に、 パリ・ルマン間での営業を再開し、定期点検の後1916年には、パリとルマン、レンヌ、ボルドーなどの間で運用された。1917年になると、再び運休となるが、1918年には、パリとノルマンディ地方の保養地トゥルラビルの間で運行された。1918年の休戦協定の調印1918年10月頃の時点で、 西部連合国軍総司令官、フェルディナン・フォッシュ元帥の司令部用列車は、ワゴンリ車の2418号食堂車、1888号寝台車、2443号サロン車と2両の荷物車で編成されていた。10月7日、フランスの軍務省は、ワゴンリ車に対し、新たに1両の食堂車改造の会議用車両を、フォッシュの司令部に提供するよう要求した。 軍務省第4局のロワズルール中佐の所管では提供される車両には大小2つの執務室を設けること、厨房の調理用レンジを撤去しタイピスト用の席を作ること、大きい型の執務室には地図を広げられるだけのテーブルを設置すること、照明は電気によることなどが記されている。ワゴンギ社はこの要求に従って3度に工場で2419号車を改造した。 10月28日の夕方、改造を終えた2419号車は、サンドニ工場を出港した。当初行き先は、パリリヨン、地中海鉄道の沿線と偽装されていたが、途中で機体向けを転じ、29日朝にサンリスに到着した。ここで、マキシム・ウェーガン大将に引き渡された。フォッシュ司令部の列車は11月7日、コンピエニュの森の中の、 ルトンド駅から分岐する線路の奥のある地点まで移動した。この線路は元は森の中に重砲を配置するためのものである。翌日にはドイツ代表団を乗せた列車が到着した。交渉の後、11月11日5時10分頃、2419号車の車内で連合国とドイツの休戦協定が調印された。1918年以降に撮影された 客車1918年の12月と1月には、ホッシュが、休戦協定の延長交渉のためトリイヤーを訪れる、ために2419号車を利用した。また1919 19年4月には、スパ訪問のためにも利用している。1919年9月、2419号車は、徴用を解かれワゴンリ車に返還された。ワゴンリ車では、2419号車を、 チャリティ事業のためアメリカ合衆国など各国で展示し収益を赤十字に寄付することを計画していた。一方フランス政府は車両を軍事博物館での展示のため寄贈することを求めた。ワゴン技者はこれを受け入れ2419号車は10月9日付で政府に寄贈された。ワゴン技者は3度に工場で2419号車を 急戦協定調印当時の姿に復元する作業を行った。またはゴンギ社における2419号車の車席は1920年1月3日に抹消された。しかし1920年4月になってジョルジュ・クレマンソー首相は2419号車を博物館入りさせる前に大統領や国賓の旅行用に利用することを提案した。 このため2419号車は再び、食堂車仕様に改造されることになった。1920年12月8日の、アレクサンドル・ミルラン大統領のベルダン訪問の後、2419号車は、再度1918年当時の姿に復元された。1921年4月27日の未明、2419号車は、ワゴン利車サンドに工場から、 パリ市内のホテルでザンバリット内の軍事博物館へ輸送された。ところが、現地に到着してから車両が大きすぎて中庭に通じる門を通れないことが判明した。軍とアゴンギ社の技術者が協力して車両を少し傾けることで搬入することができた。以後、2419号車は軍事博物館の中庭でドイツから接収した大砲などと共に展示された。 しかし屋外で展示され続けたため、数年のうちに2419号車の木製の車体は劣化し、痛みが目立つようになっていた。こうした状況は、フランス内外の報道で批判されたものの、屋内に収納することは不可能であり、また、客車の上に屋根を設けることも、アンバリットの建物の美観を損ねるとして認められなかった。 このためコンピエーニュの森に新たに博物館を建設し、2419号車をそこに移すことが提案され、地元住民により約5万フランの寄付金が集まったが、博物館新設に必要な費用には届かなかった。1927年、この計画を耳にしたアメリカ人富豪アーサー・ヘンリー・フレミングがコンピエーニュの市役所を訪ね、必要な費用が 約15万フランであると聞くと、即座にその全額を寄付することを申し出た。同年4月8日、2419号車は、アンバリットから運び出され、ワゴンリシャサンドに工場での修復の後、10月20日に、コンピエーニュの森の博物館に移された。11月11日、ホッシュやウェーガンラ休戦協定の関係者を招いて、博物館の開館式が行われた。 博物館から引き出される客車1940年6月20日、ドイツ軍がコンピエーニュの森に現れた。21日には、博物館の壁を壊して、2419号車を1918年の九戦協定が調印されたのと全く同じ場所へと引き出した。6月22日午後3時、アドルフ・ヒトラーやビルヘルム・カイテルら、 ナチスドイツの幹部が到着し二千四百十九号車に乗車した。三時三十五分にはシャルル・アンツ・ジェイラ・フランス代表団も到着した。ヒトラーが休戦の条件を一方的に読み上げて退出した後、休戦協定の調印が行われた。1 9四0年六月二十三日、ヒトラーはドイツの歴史的車両である二千四百十九号車をベルリンへ送ることと、 コンピエーニュの森の線路を破壊することを命じた。2419号車は翌24日にコンピエーニュの森を離れた。ベルリン到着後、車両はブランデンブルク門前やルストガルテンでベルサイユ条約の原本と共に展示された。その後2419号車は車庫で保管された。連合国側では1944年の 連合国軍によるベルリン・アンハルター駅に対する空爆で2419号車は破壊されたものと考えられていた。しかし実際には2419号車は駐輪原州のオーアドルフ強制労働収容所に疎開させられていた。1945年4月、アメリカ軍の戦車がオーアドルフに突入してきたのと同時に 2419号車はかねてからのヒトラーの命令通り新衛隊の手で放火され破壊された。なお破壊は意図的なものではなく解放されたポーランド人収容者による失火であるという説もある。1992年になってオーアドゥルフで2419号車が破壊されたことを示す証拠が発見され。 客車の残骸の一部がコンピエーニュの森の旧戦博物館で展示されている。調印時に客車の置かれていた場所とレプリカの展示されている博物館1950年ワゴンリ社の2439号食堂車を改造して失われた2419号車のレプリカが製作された。2439号車は 厳密には2419号車と同型ではないが、1914年にサンドに工場で2403号車から2424 24号車のシリーズに続けて製造された車両であり、構造はよく似ていた。1918年の急戦協定当時の姿が再現され、車両番号表も2419に付け替えられた。月にコンピエニュの森の博物館に搬入され、 11月11日に開館式が行われた。以後、2419号車のレプリカは、コンピエーニューの森の博物館で展示され続けている。2419号車と同時に製造された21両の食堂車はいずれも戦争のため当初の予定とは異なる形で使われることになった。2403号車は、傷病兵輸送用の救護列車に連結された。 2418号車は2419号車より前の1914年からホッシュの司令部で用いられていた。また2422号車はフィリップ・ペタンが専用車として使った。2424 24号車には第一次世界大戦後にフランスを訪問したアメリカ合衆国のウッドロー・ウィルソン大統領や日本の交代ヒ広木と新能が乗車した。 21両のうち最後までフランス国内で用いられたのは4両のみであり、8両は中国へ、4両はトルコへ、その他ギリシャ、ルーマニア、フィンランドなどへ送られて用いられた。なお2407号車は1944年にベオグラードで爆撃のため破壊された。ありがとうございます。